藤本俊は、元体操競技選手、山梨大学教授。1976年、モントリオールオリンピック体操男子、団体金メダリスト。広島県出身。1973年3月、日本体育大学卒業。同年、企業銀行に入社その後山梨大学、教育学部助手現在山梨大学、教育学部教授。 1976年のモントリオール五輪で、藤本は床で膝の半月板を痛めたが、藤本の状態を心配することで、コーチやチームメイトのソビート連邦との金メダル争いに対する集中力が欠けることを心配して、それを黙っていた。続くあんバで9.5、釣り場でも2.5メートルほどの高さからの着地も決めて9.70の高得点をマーク。 しかし、釣り輪の演技終了後、ついに演技続行は不可能となった。日本チームは排水の陣を余儀なくされたが、藤本の挙げた高得点もあり、日本はソビート連邦を0.4点という金差で退けて金メダルを獲得した。数年後、藤本はもう一度同じことができるか聞かれたが二度とできないだろうと答えている。後日、右膝に ひびが入っていることが判明した。藤本はカナダオリンピック委員会から勇敢選手賞を与えられている。2017年には国際体操伝道入りを果たした。ありがとうございます。